腕輪の力を引き出した井伊直虎の奮戦だが、使者を送りましたが、敵軍は話し合いを拒否、防衛の準備。戦わねばな。ま、一回ぶちのめしてやれば話を聞く気にもなるだろう。敵にはあの芝居もいるか。全軍止まってください。生産。この敵の布陣、きっと罠です。橋を渡った先に、おそらく伏兵が迂回し、逆に背後をつきましょう。すげえな、見ただけでわかるのかよ。御所は諸葛亮と机を並べた軍師、このぐらいの読みは当然だ。お味方の英傑が徐々に増えていますね。頼もしい限りです。そうだな、このままいけば信長にも対抗できるかもしれない。バカな、私が負けただと。すごいな、その力どうやって身につけたんだ。乱破すると見事だが、油断ならない敵ということです。この先も十分注意するのですよ、神か。我らの備えは万全よ、バカめ。どこからでも攻めてくるがいい。油断するな、バカめ。足元を救われようぞ。通り伏せ、まい。まい。急いで伏兵を撃とう。彼らが体勢を立て直す前に。雪村、感服いたします。ご無礼ながら、背中がガラ空きでござんす。いつの間に敵の狙いは強撃だったのか。伏兵を見破っただけで俺は満足していた。相手の方が一枚上手ということか。俺には感づいておったようじゃが、それで油断するなど甘いわ。常に二の矢を用意する。それでこそ一流の軍師というものだ。強撃される前に本陣を捨てましょう。敵中を突破し、そのままあちらの城へ。囲まれる前に動いたが、やつがまんざらバカではないようじゃな。とんだ失態。申し訳ございません、マサコ様。小十郎が破れただと。侮れぬ敵よ。信長に国するとはうろたえものですね。綾の薫陶を授けましょう。あら、
それは楽しみだわ。私を思い通りにできるつもりなの？すごいな。その力どうやって身につけたんだ？この戦、俺にはない思い。孔明、どうする？ここはアニザの軍がいるようだが。ええ、現職の顔も見えますね。どうやら芝居と戦っているようですね。諸葛亮、運拠、こんなところで再会できようとは。再会の喜びはまた後ほど。まずは兵を分け、私が来たと触れ回ってください。なるほど、芝居の読みを利用するつもりか。全軍に伝令を送ろう。孔明はやはりすごいな。よくぞ兄者を守ってくれた。これよりは拙者も貴殿だと堂々いたす。勝機は今、厳しく攻め立てます。伝令受けたまわった。我らの役目は労働か。行きましょう、ペルセウス殿。劣勢の中で兵を二つに分けるか。下せないが、今は従おう。よし、我らも雪村殿と共に進むぞ。敵は兵を分けたようじゃない。そう、諸葛亮が現れたと騒いでよ。くだらぬざれ言を。やつの名を出せば私が動揺すると思ったのだろう。そう都合よく諸葛亮が出てきてたまるか。劉備のいる本隊を撃ち、即刻戦を終わらせる。背後は任せよ。私が現れたことは全て気にしてます。なんか逆に生きる練習を桜と疑わせましょう。芝居殿なら必ず疑うはず。そこまで見越しての行動とは、さすが孔明様。伝令、やはり本物の諸葛亮が舞台を率いているとのことです。その手に乗るか。そちらは陽動よ。南から迫る劉備の部隊を狙え。あっぱれ。ごめんなさい。あなたが真の三国武装です。日々の鍛錬の賜物ですね。敵はこちらに集中している。陽動は成功しているな。それもペルセウス殿の働きあってこそ。私もより一層奮起せねば。やつらの必死な様、やはりこちらが本命だろうな。策はうまくいったよ。こちらの敵は手薄、容易に突破できよう。それも神の意があればこそ。そろそろ時が満ちます。伝令、例の部隊を率いているのはやはり威勢を持った軍師とのことです。お前よ。本物の諸葛孔明か。かの芝中達もいるのだ。可能性はある。道は開けました。慎重かつ迅速に進みましょう。剣力さん、バカな、諸葛亮だと。義兄でも木造でもないのか。この戦場に私が来たのは偶然です。読めなくても
何も恥じることはありません。面白い。ガリオ諸葛亮、この欧州の竜が相手じゃ。やはり孔明はすごい。君が来てくれて助かった。現直が耐えてくれたおかげです。ところでこの世界は一体。なるほど、事情は理解しました。想定外の服。うん、兄者のため。この私も微力ながら尽くし。雲長、そして諸葛亮。ええ、竜。わしらは信長の妙な力に。しかしだから皆のすぐそう。ええ、ところで詳しい。じゃがむしろあの天かける竜となる。地の小十郎、この芝千恵達。戦も人も当司祭関雲長。この諸葛孔明、竜の妻としての誇り。